ストライクドッキング、こんにちは、宮本です。そうです、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回も守護獣やっていきたいと思います。で、今回はスレイプニル、はい、やっていきましょう。はい、まずおすすめパーティーなんですけど、今画面に映ってるのはアンフェア4、アンフェア4でできるんです。はい、ってことでアンフェア連れてってください、皆さん、運極作ってる方は。はい、これでもう本当友情当たってるだけでいいので、はい、では友情型売りやすいステージなので、まあ、別にアンフェアじゃなくても最悪そのある程度友情強いキャラトレノマだったりとかさ、まあ、ダウトだったりとか、まあ、そこら辺でもいいんですけどね。シールドが出てきてかなりその阻害ギミックが、阻害つが、反射は動きづらい状況になってるとは思うので、できれば貫通タイプの方がいいなとは思いますね。で、まあガチャ券積むならなんですけど、うん、まあ、普通に同じ長弾のボーパルアルファとか、あとレーザーストップが出てる、まあ、レーザー以外の共有種のやつ、それだったら大概いけちゃうかなとは思いますね。まあ、全体に出せた方がいいかな。そうだね、全体に出した方が、結局あのシールドも毎回蘇生してきてうざいので、その、まあ、全体に一気に溶かせる友情があったらいいかなとは思います。はい、まあ、機長とかも強いからね、ガチャ券1体入れるんだから。でも反射だからそこをどう割引するかみたいなっていう感じですかね。はい、てな感じでめちゃくちゃ簡単です。はい、スレイプニルの超絶です。このステージなんですけど、ギミックがね、ワープブロック、このラインはマジでね、強いキャラ少ないんで大変だわ。シンプルにキャラ的に辛い、キャラ的に辛いね。結局両面対応したいんですよ。で、枠はそのダウトが出てきてくれたんでいいっすね。このダウトが友情強いっていうのがね、すごく特徴的で、ビットンが出てくるんですけど、そのビットンが攻撃バフセンサーで与えてくれるんで、範囲に、まあ、だからビットン近くにあの友情強いキャラは置きたいかなっていう感じ、攻撃バフをもらいたいっていう事情でね。はい、でガチャゲン枠は貴重採用しております。反射の方ですね、ハイクロスフィンガーと、クロス爆撃、はい、まあ、こちらもねワープブロックやっぱ対応してるっていう意味で今回採用してるかな。主にはほんと少ないっすよ、まあ、ワープだけとかブロックだけとかのキャラはね、まあ、ちょいちょいいるんですけど、両面対応してるのがやっぱり貴重、偉いで、クロス爆撃がね特にいい。ハイクロスフィンガーはね、そのビットに結構吸われちゃう時もあるんで、それよりはクロス爆撃をしっかり敵に当てるっていうイメージで使っていくとより快適なんじゃないかなと思いました。はい、ボス戦です。で、今バフもらってますね、まあ、プリシーパーあったらプリシーパーも打ってください、ガンガンと。バフもらっても勝てんだ。でもダウトが強い。じゃあバフをもらうのがもう一番大事なのかな。まあ、一番大事だね。バフもらってないとなかなかダメージ入んないんで、まあ、でもまあ結構な範囲ね、そのバフもらえるんで、まあ、この2ステージ目とか特にそうなんだけど、中央にバーンってなるから端っこの時だね、特に困るの。ビットンがなかなかもらえなくなっちゃう。ちょっともらえづらくなっちゃって、今の貴重の位置とか最悪だね。まあ、できるだけこういう位置に行かないようには意識した方がいい。そう意識した方がいい、ね、でもなかなか友情ゲーしてるとね難しいんで、はい、まあでも多少かな、多少ね、うん、まあその辺多少意識してあげると楽になるかもしれない。ほら、結構硬いでしょ。硬いね、やっぱ。これは結構ダウト以外選択しない感じ、楽にやりたいな。俺はダウト以外は正直、その他キャラだったらない気がしますね。一応アンフェアとかもね、いいんですけど、やっぱりワープに吸われて、そのワープに飲まれてる時間が結構もったいないなって思ってしまいます。マジで煩わしいです。まあ、できるけど結構快適ではないよって感じ、ね、そうダウト以外だったらそのガチャ券を2枠割つみたいなって感じ、貴重利体にしたりね。はい、ということでまずはスレイプニル究極から、はい、評価していきたいと思います。絆のかけらの集めやすさ、スレイプニル究極はエースとさせていただきます。いや超楽だったもん、ね、いや超楽マジで。アンフェア読んでも最高峰の速さ誇ってるから、本当に当たってるだけだから、アンフェア以外にもね、そのいけるキャラっつうのも多いとは思うし、はい、まあ、ガチャゲン1入れたらもうほんと楽勝の楽勝すぎて、もう全部1手で抜けるレベルになっちゃうんで、
はい、かなりおすすめはできるかな。はい、続いて超絶なんですけど、うーん、 C で、お集めやすさ C にさせてください。まあ見たくりはね、ダウトさんの貴重位置でね、まあ枠さんも詰めるしみたいな感じなんだろうけど、まあ、クエスト全体的にオール2手以上はかかるし、バフの位置にもし止まれなかった時はぐだる可能性がまああります。なのでスレイプニルの超絶は、まあいろんな守護獣と相対的に評価すると集めづらい部類なのかなって思いました。改めてやってね。はい、ということでお前スレイプニルでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ